キヌです。今回はチャーハン作るよというアプリをやっていこうと思います。単発ですね。で、このゲームちょっと音楽が少ないのでちょっと寂しい感じなんですが、皆さんはチャーハン作ったことありますか？フライパンを回してチャーハンをうまく作れますか？ちなみに私は全くできません。はい、それでは遊び方を見てみましょう。 iPhone を振ってチャーハンを炒めてね。チャーハン作りの極意、その1、米を落とさない。その2、米を焦がさない。その3、米と米をよく混ぜる。その4、米を鍋に当てて香ばしさを出す。その5、手早く作ること。これがチャーハンの極意です。それではスタート、ゲーム開始です。ちょっとなんか食材をたくさん選べるみたいで、増やしたかったんでちょっと増やしました。で、まあフカヒレ、ニンニク、松茸、まあ豪華なチャーハンでいってみましょう。ちなみに私はエビピラフとレタスチャーハンが好きです。それではスタートいきましょう。落としちゃわないか心配なんですよね。何回もこの食材をこう落として、もうこのしかも豪勢なこの具材で、フカヒレと松茸とニンニクですよ。もうこんなの落としたらもう絶望しかないですよね。せっかく松茸食べれると思ったのに、フカヒレも、ニンニクはなんか個人的に好きなだけなんですが、ニンニクチャーハンとかも美味しいですよね。あれも割と好きです。でも大概こう中華屋さんとかでチャーハンを頼むと、もうもりもり、これ一体何人前ですかねっていう量が出てきて、友達と一緒に行ったりとかして友達に食べてもらうっていうあれになっちゃうんですけど、それかパックでお持ち帰りできるところはパックでお持ち帰りとかもしましたね。いやー、あの量はちょっときついですね。3人前、そうですね、だいたい炊飯器でいうところの2合3合ぐらいあるんじゃないかっていう量ですよ。もうちなみにこのアプリをしていると、米が全然こうスマホを揺らしてるんで、米とかこう野菜の動きっていうのが全然わからないんですよ。なのでこの人たち今どういう動きしてるんだろう、とりあえず混ぜようみたいな感覚なんですよ。なので出来上がってみて、ちょっと米がこぼれましたね。出来上がってみてからのお楽しみなんですが、調味料が結構いいやつ使っているので、なんかいい金額いくんじゃないかなって思うんですが、なんかこういい金額いったから何なんだろうみたいなのもあるんですけど、まあ得点ですよね。さてこのチャーハンはいくらでしょうか。いくらでしょう、いくらで売れると思いますか。ちょっと予想がつかないですね。まあ普通に万は超えますよね。もう使ってるものがね、あれが欲しかったですね、ホワイトマッシュルームとか、あの辺があるとなんか素敵な料理になったんじゃないかなと思われます。この野菜って焦げて、ちくわ、こんな豪勢なものを焼いときながら手に入れたものはちくわでした。でも値段は記録更新しましたね。58,230円。誰が食べるんだって感じですけどね。まあそれでは何かもう一個違うアプリをくっつけて終わろうかと思います。それでは次のやつもお願いします。はい、もう一つの方です。フィンガースレイヤーシーズンズというアプリをやっていこうと思います。まあ、夏なのに、もう春が来て夏が来るのに急にここに来て真冬のサンタ、よくわからないですけど行きましょう。ハロウィンもあるんですかね、これ。ハロウィン
クリスマスからいきますか。おう、ちょっと、あ、でもイージーからいきたいですよね。ちょっと怖いんで。うわ、嫁な。とりあえずこいつで。え、あ、こうやって避ければいいのか。Get ready。 あ、危ない。Get ready。 危ねえ。あ、ちょっとメニュー戻りましょう。メニューに。やっぱここはあのこう冬っていうのはやっぱちょっともうサンタさんとかこうプレゼントもらえる年じゃないので、もうハロウィンにしましょう。ハロウィンにイージーで、イージーじゃないとちょっとできそうにないです。おー、いい感じの音楽ですね。かっこいい。え、なんで、あ、これ動かすんですね。あ、わかりました。タップしてました。引っ張ってこうやってやるのを知らなかったです。あ、あ、嘘だ。リトライします。ちょっともう分かったんで、もう分かったんでいけます。さあ、怖い怖い。Get ready。 怖いよ。 Get ready。 危ない危ない。危ない。あ、嘘。Get ready。 Get ready。 あ、自分で突っ込みました今。意外と難しいですよ。なので、ちょっと、出た。これ、あ、ちょっと待ってくださいね。クリスマスの方もう一回チャレンジしましょうか。ちょっとハードとかちょっと見てみたいですよね。急にイージーからノーマル飛ばしハードにします。任せろ。あ、あ、ほーん。ちょっと待ってくださいね。今のはちょっとひどすぎます。リトライ。なぜ？なぜ？え、そんなとこいなかったんですが、なんででしょうか？なぜでしょうか？ちょっとハロウィン、やっぱハロウィンですよね。ノーマルでいきます。これは、コインとかって持ってるってことなんですかね？いや、持ってなかったっぽいですね。あ、うっそ。嘘。いや、ちょっとなんかセンスのなさやばいです。あ、いや、厳しいですって。ああ、ああ、はい、無理です、無理です。これはどうしようもなくセンスがないです。はい、すいません。では、単発を2つ組み合わせたのを上げて終わりたいと思います。ここまで見てくださった方ありがとうございます。よかったらチャンネル登録や高評価などお願いします。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。では。